こんにちは、ピューキーシです。今回は SNS に投稿された画像から住所が割り出され、アイドル活動をしていた女性がわいせつな行為をされた事件についてお話ししていきたいかなと思います。今回はですね、2019年9月1日の夜ですね。 東京・江戸川区のマンションに帰宅したアイドル活動をする20代の女性に対し背後からタオルで口を塞いで引き倒し体を触る猥褻な行為をして怪我をさせたなどとして埼玉市帰宅の佐藤響被告が8日に起訴されたということですね8日だから10月かな佐藤被告は女性の熱狂的なファンで その後の調べで SNS に投稿された女性の顔写真の瞳に映る景色を手がかりに住んでいる場所を特定したと供述していることが捜査関係者の取材で分かったということです Google マップのストレートビューという機能を使って女性の瞳に映った駅の風景と特徴が似ている駅を見つけたし駅で待ち伏せをしてマンションを特定したということです また女性が SNS で配信した動画を見てカーテンの位置や窓の光の差し方などから女性の部屋の位置まで把握していたということです。で,ですね。まあ今回の事件、わいせつ事件というか、まず、えー、SNS の画像から場所を特定され、さらに その場所で待ち伏せして、えー、マンションの部屋まで尾行して、そしてわいせずな行為をしたということで、かなりな計画的な犯行だということと、まあ、怖いとかいろいろありますね。えー、まず、画像からその人の場所がもう分かっちゃうっていうところですね。まあ、しかも今の でツイッターとかフェイスブックで、まあ、世界中の人が見られる環境にあるということで写真撮っちゃうとどこにいるか分かったりとかあと何時にそこで写真撮るとあこの時間帯にここにいるんだなとかそういうの分かっちゃったりとか、うん、駅最寄り駅分かっちゃったりとかいろいろな危険性がありますよねまず。 まけまあ、そこそこ前から言われているんですけど、まあ、あと Google マップでストレートビューかで完全にそこの場所を把握できちゃうしっていうねうーん、まあリスクはありますよねアイドル活動とか芸能系の活動をしている方は、まあ、今回はなんだっけ瞳に映った景色で女性宅が特定されたと いうことなので、もう本当に写真の瞳をズームして鮮明にさせて写っているとこを見るみたいなねそういう技術とか普通に個人個人できちゃう時代なので、まあ、すごい危険ですよね写真1枚ネットにアップすることとかって、まあ、あとネットに出した写真とか動画とか残っちゃうので、うん まあ考えて出した方が無難ですよっていうところですね。気軽にできる分、危険が伴うと言ったところ。でん、これも怖いですね。背後からタオルで口を塞いで引き倒し、体を触るわいせつな行為をして怪我をさせたといったところ。んでまずあの、本当に、 殺されないでよかったなっていうところがすごくありますね。だってこれ一つ間違うともう本当に殺しちゃうもんね。背後からタオルで口を塞いだ状態まで持ってってるんで、もしナイフを持ってたらぐさりと行っちゃってたって感じですよね。うん。まあ、あとはアイドルの方のお名前とかも出てるみたいですよね、確か。 なんか漢字読めないんだけど、天使月抜けに読みというグループの松岡恵菜さんですね。うん。まあアイドル、今、アイドルの種類もいろいろあって、地下アイドルとか、まああんまり詳しくないので、わかんないんですけど、うん、まあそういったリスクを持ってやってるっていうところをちょっと考えた方がいいかなっていうところと、うーん、あとは、 それやっちゃダメやんっていうところですねあの。普通に人様に迷惑をかけることはやめた方がいいですよといったところですね。誰も得しないしっていうところです。はい。ということでですね、今回は SNS に投稿された画像から住所を割り出され、アイドル活動をしていた女性が不合切な行為をされたことについて、 お話ししていきましょうではご視聴ありがとうございますこの YouTube 動画では雑談音楽配信ゲーム配信を主にやっておりますまた引き続き頑張っていきたいと思いますのでよろしかったら上にあるチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたしますあとグッドボタンよろしくお願いいたします それではまたお会いしましょう。じゃあ、ね